はい、どうもです。タビトです。はい、ということで今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ見ての通りね、うん、全然雰囲気違うと思うんですけども、今回は色が違って、うん、トーク動画となっております。そうですね。はい、まあどんな風にしていくかまだ分かんないんですけれども、はい、まあ感覚的にはラジオとか雑談、うん、トークライブみたいな感じで聞いていってほしいです。わーい。ぜひお付き合いください。お願いします。タビトさん。はい。なんと300人突破したんですよ、我々。チャンネル登録がですか？そう、チャンネル登録者数が300人突破。すごい。いや、ありがたいよね。いや、ありがたい。タビトさん、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。森さん、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、お互いにね、こうやってやって、はい、まあ、ゲストにも本当にありがとうございますということをね、お伝えしたいです。はい、その通りでございます。ありがとうございます。あ、あれでしたよね、僕らが動画投稿を始めたのは6月1日きっちりから始めたよね。うん、そうですね。大体今もう27日だから、うん、大体1日10人のペースで増えてる感じかな、うん、すごいですよね。1日10人のペースで僕らのことを見たいと思ってる人が増えてるんですよ。やばいよね。すごいですよね。これがね、今が多いのか少ないのか分かんないんですけど、うん、まあ少なくともこの人数でファミレスに行ったら迷惑だと思う。当たり前ですよ。何ですか、300人でファミレスって僕知らないですよ、それ。団体300名様入ります。ありがとうございますって感じです、それはもう。いいよ。、うん、まあでも、あの、僕らこうブラサバっていうコンテンツをね、使ってますけど、もうそれだけしか使ってないんですけど、ここまで人がね、あの、来てくれるのはすごい嬉しいことだなと。嬉しい。はい、もう本当にね、感無量でございますわ、うん、そうですね。まあブラサバのアクティブ率ってタビさんどれぐらいか知ってますか？え、全然わかんないですけど。はい、はい、ちょっとテロップ出しておくんですけど、CM だけでだいたい200人やってるんですよ、うん、今のこの時間帯、7時ぐらいですけど、夜の、はい、で、まあ、CM ってことはパソコンなんですよね、はい、で僕らの視聴者の割合が、うん、スマホが5割、パソコン4割、その他が1割なんですよ、うん、まあ、それから逆算してだいたい500人の人が多分今インしてるんですよ、うん、ブラサバに、ね、夜7時の回で、うん、まあ正直言って少ない。そうですね、大抵こう僕らいろんなゲームやりましたけど、もうゲームの面白さとそのやってる人の人数比って結構比例するもんなんですけど、このゲームはしてないね。してないですね。だからね、まあ運営があまり広告っていうかそういうのを出さないせいなんですけれども、うん、まあこうやって僕らみたいなやつらがこう口コミで広がってほしい、バズってほしいみたいに思ってるんですけど、甘いからな、運営、おい、逆にせえ、告示立て。おいやめろ。まあでも何にしてもね、プレイ人口がもっと増えてほしいなとは思いますね。どうしても増えてほしいよね。はい、そしてタビさん、はい、やっぱりね、もっとリアクションが欲しいっすよ、うん、皆様のね、リアクションがもっと欲しい、強欲に欲しい。もう貪欲ですね。欲しい。まあ例えばさ、編集してる時とかにさ、うん、はい、まあ収録してる時とかね、そうなんだけど、うん、まあ、YouTube の動画の右上にさ、なんかこう鈴マークみたいなのあるじゃん、うん、あれがピロンと数字がつくんだって、うんうんうん、まあ多分コメントとかチャンネル登録とかしてくれたんだろうなと思って、俺嬉しいからすぐ見に行くの、うん、だからね、あの、うん、いつも投稿ありがとうございます、これ楽しかったですってみんな書いてくれるの、俺嬉しいから全部かぼってんの、うん。基本的に、あの、コメント返しに関しては、もっくんがねやってくれてるんですけど、僕もね、あ、今ちょっとコメントを読み行きたいなと思って、僕もたまには返そうと思って見に行くと全部ハートマークついてるんですよ。早い、つまつけから気をつけろ。何のつまらん。まあ大体あのハートマークつけてるの僕ですから、気をつけて。あとはもうね、なんだろう、うん、海外の人とか、うん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 、コメントくれてたり、まあタビタンが、うん、あの、日本語しかできないから、うん、そう、僕はあの日本生まれの日本育ちなんで、これ一応タフなんで、英語がちょぴっとだけできるんですよね、うん、小学生レベルで、その拙い英語で何とか返してるんですけど、うん、いつも楽しみにしてくれてるんですよっていうのを、応援するからね、俺たち何言ってるか分かんないのに書いてくれてんだって。やばくないですか。やばいですよね。俺たち日本語で喋ってるのに全然何言ってるか分かんないけど楽しかったって、すげえな。
そういうこと書かれると、あの僕らで一回そういうこと話したんですけど、もっと綺麗な日本語使わなきゃいけないんじゃないかなって僕はなるべく使うようにしてますが、漏れてますね、完全に。そうですね、あ、これはあの外国でいうスラングですよってちゃんと伝えとかないとこれキャラ作りとかじゃなくて、元が素がもう悪い、うん、根が悪い許してくれ、うん、もう。でもね、いっぱい本当に海外の方がコメント書いてくださって、うん、いやすごい嬉しいなと思いますね、本当に、うん。まあみんなのね、まあ、リアクションが欲しいって言ったんですけど、はい、それが、ね、きっかけで次の動画の内容が変わったり、どのキャラ撮ろうかっていう時、うん、参考にしたり、うん、みんなの見たいものをなるべく作りたいと思ってるんで、うんうんうん、何から一緒に作るかっていういろいろ決めてるんで、そういうの、うんうん、だからこう思ったよ、ああ思ったよっていうのをなるべく皆さん残してほしいなと思っております。そうですね、面倒くさがらず、人もこの僕らの成長を見守るつもりで、うん、半端のおつもりで、うん、アフリカの人たちは、うん、1秒に1人ずつ、うん、僕の動画にコメントをしてくれています。よろしくお願いします。そうですね、何でもいいんだよね、本当に。します、うん、成長ゲームみたいなね、僕らを育成するゲームみたいなと思ってどうコメントしたらいいんだろうって言って考えてコメントしてください。まあ、まあ、そういうね、あの、なんだろう、そういうきっかけになるようなことがあればいいなと思ってるんで、うん、はい、いずれかこのトーク動画でも質問コーナーとか、うん、そういうのをやりましょうよ。そうですね、答えていきたいです、いろいろ、うんうん、皆さんも参加できるような雑談コーナーにしたいかなと、うん、待ってますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今後のチャンネルの方針についてですね、うん、まあこれぶらさばってさ、うん、面白いよね。いや本当に面白いですね。まあぶらさばってゲームをね、今ね、うん、僕らはこう これがいいよ、面白いよっつってあのやってるわけなんですけど、まあそれをね、あの普段ブラサバをこうプレイしてる人たちに、まあ、見せてるわけですよ僕らは今。まあでもそれって逆もしかりで、ブラサバをやってる人に他のゲームの面白さも僕らは紹介したいなと思ってて、僕らがこうやってブラサバの魅力こうだよこうだよって教えられる人だなって思われるようになれば、他のゲームも、あ、このゲームって面白いんじゃねってなって、みんなでこう面白いゲームを共有できると思うんですよね。そ、楽しいの輪だね。楽しいの輪にしていきたいんですよ、そうやってなんですかそれ。いや、楽しいの輪だよ。楽しいの輪ですか、なるほど、うん、はい。まあ僕たちもともとね、あのリーグオブレジェンズっていうゲームをねよくやっていたんですけど、うん、ブラサバをやってる人を見て、僕はあ、ブラサバ面白そうと思ってやり始めたんですよ、うんうん、なんでやってるところ面白そうって思ったらやっぱやってみたいと思うもんなんですね。そうね、うん、なので僕らがいろんなゲームを、うわこの人たちのこうやってるゲーム面白そうって思ってもらえれば、どん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 ね、その人に合ったゲームが見つかったりすると思うんですよ、うん。なのでどん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 ね、そういう魅力、他のゲーム、もちろんブラサバはすごい楽しいですから、その魅力も他の人に伝えたいですし、ブラサバをやってる人たちに他のゲームの面白さもどん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 伝えていきたいなと思ってます。なるほど本当に分かりました。少なくとも分かってる人少なくとも僕はね。なるほどありがとうございます。そして、うん、明日から動画投稿、はい、2週間ほど、うん、ブラサバ動画お休みです、まあしかし、うん、これから2週間毎日あの生放送しますので、うん、はい、そこはあの安心してあの暇つぶしの動画は作りますんで、はい、許してください、はい。まあ、理由はね、さまざまなんですけれども、うん、まあ、ロルというゲームで年に一度のお祭りゲーム、ウトララピットファイヤーっていうモードがあるんですけどね、うんうん、それやらないといけないんですよ。やらないといけないのやります。お酒頭から何か垂れてくるまでやります、うん、これはまあ人生でね一番愛したゲームの
一番愛してるゲームモードが年に5つしか来ないんですよ、うん、期間限定でね、うんうん、それはもう織姫と彦星がこう出会うような気持ちで僕毎回挑ませてもらってるんですけども、はい、これせっかくね300人増えた、うわおめでとうって言ってるところちょっと申し訳ないんですけれども、これはもうね動画投稿してる場合じゃねえ嘘でしょ3割ぐらいの理由で、いや9割でしょその言い方あ9割ですね何をするんですかその間は。じゃあ、あ僕ですか、あのそうですね、僕はまあ人生の一番大事な目標があるんですけど、ほうしてるけど、まあ声優を目指してます。ダダダンとねまあ、動画をね上げ始めてからはなかなかこう自分の時間作れないので、まあ、そうね、養成所を見学したり体験したりとかそういうのをできなくなってしまってたので、うん、まあこのせっかく2週間あるんでね、まあ、自分の目標のための時間に当てようかなと思ってます、うん、いやこれ素晴らしい目標ですよありがとうございます。まあ僕もねあのウルトララピッドファイヤーというゲームをやらなきゃいけないんですけどやるか使命ですからまあそんなこんなんでね、うん、でもブラサバも一応やったりはするんですけれども、そうですね、もしそのリーグオブレジェンドっていうゲームをやってる方がこの動画を見てる人にもいたら、うん、ぜひあの我々とも一緒にやってくださいよ。そうですね、遊んでほしい、遊びましょう、うん。